ロバート・マックルーは、ディスカバリー・オブ・ザ・ノース、ウエスト・パッセージに収録された作者不詳の肖像画。サー・ロバート・ジョンル・メジャラー・マクルアーは、北極圏の探検で知られるアイルランドの探検家。1854年に、初めて北西航路をボートとソリで踏破し、初めてのアメリカ大陸海港に成功した。マクルアーは、アイルランドのウェックスフォードで、 アバークロンビー将軍機下の士官であった父の遺地として、父の死後に生まれ、後見人で、オルダニー島総督であったルメジャラー将軍の保護下で、育てられ、陸軍軍人となるべく教育を受けた。しかしマクルアは1824年に海軍に入り、12年後に初めて北極探検の機会を得て、ジョージ・バック大佐が率いた HMS テラーの乗組員となって、 1836年から1837年にかけての遠征に加わった。この遠征からの期間後、マクルアーはタイに昇進し、1838年から1839年にかけてカナダ内陸部の湖水での軍部につき、ついできたアメリカ、西インド艦隊に配属されて、そのまま1846年まで同艦隊にとどまった。その後、 1848年から1849年にかけて、ジェームズ・クラーク・ロスが率いたフランクリン隊、創作遠征に加わり、HMS ・エンタープライズに等隊員として乗り組んだ。最初のフランクリン隊創作遠征から帰還した後、新たな創作遠征が1850年に派遣されることとなり、リチャード・コリンソンが率いる HMS ・エンタープライズに加え、コリンソンの副官。 マクルアーが指揮を取る HMS インベスティゲーターが派遣された。2隻は大西洋を南下し、蒸気船 HMS ゴードン、HMS ゴーガンの支援を受けてマゼラン海峡を通過して太平洋に出、以降は別々に分かれて航海を続けた。インベスティゲーター号は太平洋を北上し、ベイリング海峡を通って北極海に入り、 そこから東へ向かいアラスカのポイントバロを過ぎ、ついには北西からやってきた別のイギリス遠征隊と合流した。インベスティゲーター号は1853年の春に氷結した海に動けなくなって放棄されたが、マクルアート乗組員たちは東方から進んできたサーエドワード・ベルジャー指揮下の艦船の一つであった HMS レゾルト。こうして マクルアート配下の乗組員たちは、当時としては異業であった、初めてのアメリカ大陸海港と北西航路を縦断したこととなった。一方、エンタープライズ号は、1850年にインベスティゲーター号から2週間遅れて、ポイントバローに達し、行く手が冬の氷によって閉ざされて、引き返しを余儀なくされ、翌年再びこの海域に戻った。 続いて、独自の北極探検を行ったが、北西航路に関わる栄誉はすでに、マクルアーのものとなっていた。1854年に、イングランドへ帰国した、マクルアーは、インベスティゲーター号を放棄した責任を問われ、軍法会議にかけられたが、無罪となり、ナイトに上され、特別な航路を認められ4年前に遡って、大佐官庁への昇進が行われた。マクルアーと、 乗組委員たちは、イギリス議会から贈呈された計1万ポンドという、当時としては高額の報奨金も受け取ることとなった。さらにマクルワーは、イギリスの王立地理学会から、金メダルを授与され、フランスのパリ地理学会からも、金メダルを授与された。マクルワーによる、遠征の記録、ディスカバリー・オブ・ザ・ノース、ウエスト・パッセージは、当時の日市からの抜粋で構成され、 シェラード・オズボーンによって編纂された。この本には、後悔の経緯に関するいくつかの点で、相当の殉職が施されていたため、マクルアーに対して、いささか批判的な注目が集まるようになり、総じて歴史家たちは、戦意として、インベスティゲーター号に乗り組んでいた、サー・アレキサンダー・アームストロングの率直な記録の方を重視している。 1856年から1861年まで、マクルアーは東洋での任務につき、1858年には関東省付近で海軍旅団の軍隊を指揮し、その後により1859年にはバスン省コンパニオンを受賞した。その後は静かな地方生活を送りながら、1867年に海軍章章、1873年に、 海軍中将となった。中将に昇進した年に、マクルアーは死去し、ロンドンのケンザルグリーン墓地に埋葬された。その後、マクルアー海峡が彼の名にちなんで命名され、月面のクレーターの一つも、マクルアーと名付けられた。2009年10月29日、ロンドンのグリニッチにある、旧王立海軍大学の礼拝堂で、ここに置かれていたサージョン・フランクリンの記念碑の、 再建のお式に合わせて、感謝祭の特別礼拝が行われた。この式典においては、1873年に記念碑に収められていた、唯一イングランドに意外が,が持ち帰られた、ヘンリー・トマス・ダンナスル・ベコンテ大尉の厳粛な、才能骨の儀式も取り行われた。この式典には、各国の局地関係者が集い、局地旅行者、写真家、著作家や、 フランクリンやその配下の乗組員の子孫たち、さらに、海軍大将、サー・フランシス・レオポルド・マクリントック、海軍少将,将、サー・ジョン・ロス、海軍中将、サー・ロバート・マクル・アーラ創作関係者の子孫たちなどが一堂に会した。この大規模な行事は、カナダ北岸の航路開拓において、イギリスが果たした貢献を祝し、 地理的発見の追求のために捧げられた人命の損失を称える目的で、ジェレミー・フロスト氏と極地探検師やヒュー・ルイス・ジョーンズ博士によって主導されたものであった。イギリス海軍代表として、海軍大将、ニック・ウィルキンソンが列席し、祈りを主張したのは、ウリッチ司教、クリストファー・チェさんで、式の中では、クリニッ財団代表役員団カン・ウィルソンや、 中英カナダ高等弁務官、ジェームズ・ライト閣下からの雄弁な賛辞が読み上げられた。式典の後にペインティド・ホールでも用されたレセプションでは、パークスカナダの主任海洋考古学者、ロバート・グレニアーが、調査途上にある、失われた、遠征艦の探索について講演した。翌日、局地著作形の一団が、ロンドンのケンザル・グリーン・ボッチに赴き、そこに埋葬された。 極地探検家たちに敬意を表した。マクルアーの破壊死は発見に少しで惑ったものの場所が確認された。マクルアの墓標は将来にわたって保全されることが期待されている。ありがとうございます。